デルビシュエロールは、北、キプロストルコ共和国の政治家。国民統一党の代表として、同国首相を1985年から1994年、1996年から2004年、2009年から2010年の3度、また大統領を2010年から一期務めた。ファマグスタ出身。トルコのイスタンブール大学で医学を学び、1976年に、 当時のキプロス連邦トルコ人共和国の議会議員になった。1976年から1977年まで教育、文化、青少年、スポーツ大臣を務め、1983年11月の憲法制定会議にも加わった。同年、国民統一党代表に就任。1985年から1994年にかけ4期にわたり、 また1996年からナップが総選挙で、メフメトアディタラーと率いる共和トルコ党に敗れる2004年まで首相を務めた。ナップを率いて臨んだ2009年4月18日の総選挙では、有効投票の44%を獲得して、勝利し、任期5年の首相職を始めたが、大統領に選出された翌年4月18日に辞職した。 再選を目指した2015年北、キプロス大統領選挙の第1回目投票では、統合積極派のムスタファークンジュを抑え1位になったが、決選投票でアクンジュに逆転を許し落選。2015年4月30日に大統領を退任した。結婚しており、子供が4人と孫が3人いる。ありがとうございます。